はい、こんにちは、サルウィンです。シャドウバースの実況していきたいと思います。ということで、ババン。新女の子のダン。で、しばきで出た。シャドウバース。というわけで、25周目なんですけど、いやー、全然超越ウィッチエイトが弱すぎて泣きそう。全然決まんねえ。っていうかさ、もうな、もうちょっと早くに行ってくれたら全然勝ててたのにな。弱すぎワローだ。っていうか反動もうちょっとさ、使いたいんだけどね。相手の動きに依存すぎちゃって。なんやろね、この感じ。もっとコンスタントに打てるカードが欲しい。スペルが。軽くて優秀なスペルが欲しいな。なぁ、みたいな。なんかないかね。ないんだよね。相手が並べてこないと状況も全然打てないし、なんつうか、うーんな感じなんだよね。ほんと、うーん。編成3枚腐るとかさ、もう、軍師の名作、次の戦争のために。だから無理やりでもいいからやるよかったな。編成ドンドンとか言ってやってみてよかったかな。そういうことかもな。そういうことかな。そう、ちょっと減らす。そこの考えて。手加減なしよ。本気でいくわ。あんまキープしすぎなくて、良いと。あまりキープを考えすぎなくて良いのではないかと。ここなら周りに持っときたいか。でも今別に周りじゃなくてもいいんだよね。導き合ったとこ。まあ。でも序盤のアクションねえな。まあなんか引けるだろう。さあ、早いのか。よろしくね。早いとちょっとな。よろしくお願いします。はいっす、よろしくで。ああ、ルーちゃんか。ルーちゃんね。1で打てるスペルかな。あれしかないからな、こっちは。お帰りなさいませ、ご主人様。見張った？まあ、とりあえずルーちゃんは仕事してくれそう。あっち、こっち、どっちでしょ？まあ今度サモナーめっちゃ効くやんか。逆にだよな、ほんとにさ。まあって感じやけど。はい。戦場をかけましょう。まあ早いですね。これは完全に早いですね。蓄積物ぐらいしかやることないんだね。僕は嫌です。オッケー、申し訳ありません、ご主人様。で、マーリンで、だから半分が増えちゃうからな、もっと。さあ、戦場をかけましょう。オッケー。そんな破砕とか欲しいっちゃ欲しいなーって感じか。これがあなたの運命。またハンドがバーストするやつやんね、これね。これで決めるわ。円卓の騎士に我が作戦を。あなたの死が見える。このデッキすぐハンドバーストするんだけど、このデッキそこなんとかしたいな。とはいえどうしようもないんだよな。あんまりいいからって甘く見ないで、ね、あんまないないよね。これで決めます。やった両乱ってね。我が忠誠は鋼のことし。つらい、すべてはさだめ。つらいね。破砕まだ、うわぁ、破砕落ちた。もう何も言えへんわ。弱すぎだよ、このデッキ。助けてくれ。助けて。どうないしよっか。もう積んでないっすか、これ。もう痛いじゃない。負け格か。ダメだって。破砕落ちちゃうし。負けたね、これは。ダメだ、弱すぎる。ナイト、あなたと共に希望の剣を高めよう。ナイトが進化して、覚悟はいいですか。レインパンプされて、に踏みなす騎士団、進行開始。そんな、そんな、破砕あっても2点は残るか。じゃああれに負けるのか。あれは無理ですな。無理無理ですな。無理ゲーですな。どうやって勝つんだ、こっから。教えてくれ。頼む。頼むぜ、教えてくれよ、俺に。何もない、何もない。ガン回しだ。弱すぎる。なかなかやるわね。弱すぎる。
想像以上。本当に弱いこのデッキ。辛いな。やっぱこっちな、エンジェルスナイフとかも入んないしな。やばいな。生地キャントリップとかついてるから、辛いな。50レベルになったなんかもらえる。ふぅ、みたいな。はい、お疲れ様でした。バイバイです。